出して今日は返しに行けそうにない。だって僕は今からスクランブルエビ作らなくちゃ、いけないから。6時には帰れるわって母さんは僕たちにそう言った。でも流行のファッションで身を包んだ後はぬくもり求めば暖とどは閉めた。小さな瞳で僕